伊達天、伊達天、造伊達天は、仏教において天部に属する神である。伊達、伊天将軍とも言われる。造頂天の八将の一神で、四天王下の三十二将中の主位を占める天部の仏神。特に仮乱を守る、五宝神とされ、中国の禅寺では四天王、補けると共に、三門や本堂前によく祀られる。日本の禅宗では、厨房や僧望を守る、 五法神として祀られる。また、小児の病魔を除く神とも言われる。日教の曼荼羅では、森を二十天の一尊として、正方位に配される。ヒンドゥー教の神、スカンダが仏教に入って、仏法の五法神となったもの義女役の、金三明最小王行、大弁祭天女品、第十五に、最立て天として、また、根校名行、寄信品、第十三に、 伊ダテンとして記述がある。芝神のことされる。元来は、スコンダを恩赦して、最立てた店、または、試験打店と寛約されたが、軒打店とも略記され、根工妙業、寄進品、第13中の誤社によって、軒打店が伊ダテンとなり、さらには、同郷の衣装群信仰と集合して、伊ダテンと称されるようになった。一般的には、 同郷の衣装群進行と集合した影響で、東風の甲冑をまとって、剣を持つ若い武将の姿で描かれることが多い。元来は、スカンダに由来するため、六面十二匹の少年神で、苦弱に乗る。六面の由来は、大事在天の次男だが六人の乳母に育てられたためと、言われる。林月が、仏つ利を奪って逃げ去った時、 これを追って取り戻したという俗伝から、よく走る神、盗難避けの神として知られる。転じて、足の速い人の例えにされ、伊田天走りなどと言われる。しかしこれはあくまでも俗説である。おそらくは、涅槃ン教護部に、大尺天が、二つのダビどころに至ってに牙を習得したが、二林ら説のために一牙を奪われたという記述に、起因するものであると言われる。伊田天が、 釈尊のために方々を駆け巡って、食物を集めたとの俗心に由来して、ごちそうという言葉ができた。オンイだテータモコテえたそわありがとうございます。